えー、富山交番のね、えー、発砲事件、富山交番、襲撃事件ですね。これを続けて見ていきたいと思います。えー、富山交番でね、えー、空砲発砲事件があったっていうことですよね。えー、誰も死んでないってことなんですけども、えー、やらせ事件ね、えー、必ず、えー、ある数字が出てきます。ね。 あの、必ずやらせ、やらせではね、同じ数字が出てきます。えー、オカルトの数字ですね。えー、これが必ず出てきます。例えばですね、えー、こちらですね。おととい、午後0時30分頃、島津容疑者が突然店長を殴り、全治3週間の怪我をさせる。ね。これ、33が出てきてますね。 もうこの数字はですね、えー、世界中で、えー、やらせの事件でね、使われている数字ですね。何回も33が出てきます、これね。島津容疑者、当日正午頃出勤しましたが、その30分後、突然店長を殴り、全治3週間の怪我をさせたと言います。 ね,でね。33が出てきます。そして、この持っていた刃物ね、えー。これは警察発表か何かということですけども、山形のね、刃渡り33センチですね。全長50センチ。刃渡り33センチ。ね。これも7ですね。7。えー、3人は311でもありますね。 セブンセブンですね。セブンイレブンのセブンセブンですね。これ13日の金曜日なんかの13ですよね。オーカルトの23。えー、アメリカ同時多発テロの数字ですよね。合計数。ね。えー、それからこの22は11の倍数ですよね。でこちら9センチね。サタンのナンバーですよね。3×3 で9でもありますね。 ね、こうやってね、33センチ。ここ33センチね。33。これをよくマーキングします。ね。またここでもね、山形のはわったり33センチってね。何回でもこの33をね、連呼します。ね。やらせていってるわけですね。これ、 えー、フリーメイソニーのスコティッシュライトの、えー、最高階の数ですね。それからキリストの亡くなった年齢。えー、それから打天使の数ですね。えー、天国から追放された打天使の数が3割。ね、33%。それから来てますし。えー、よくね、あのー、G のマークを 見ると思うんですけどもね。えー、いろいろゴッドとか、えー、グノーシスとか、ジオメトリーとか、えー、グラビティとかね、いろんな意味を持たせるわけですけども、えー、G っていうのはね、アルファベット順で言えばね、えー、A から Z で26、それでもう一順するとね、33番目になりますね。えー、必ずこう、フリーメイソンリーが、 作りましたっていうのはね、します。なのでね、えー、わかりやすいですね。石川祐二ね。この人が出てきた事件っていうのは、警視庁刑事ね。ほとんどもやらせる。ね、ね、出て出てきます。このセリフ。こう、そういうことはよくあることですね,ね。何でもかんでも可能になります。ね。わざと不自然なネタを振っておいてですね。 えー、この警視庁、元警視庁の人間がね、吉川祐治ですかね。この人がいればね、えー、あの、不可能が可能になってしまうわけですね。作り話も本当の話になっちゃうわけですね。そのためにこの人をね、えー、いつもテレビに出してるわけです。このグッディですかこれ。グッディって言うんですかこれ。えー、まあ過去、あのー、 前の動画でもね、えー、その33はね、えー、もう見つかってました。ね、えー、確認できてました。ねもう最初の最初の段階で、えー、その33はね、えー、もうバレてました、ね。それをちょっとね、見ていただきましょうかね。20本近くね、動画、えー、短いので作りましたけどもね、えー、これはもう本当最初の段階、 一番最初の動画じゃないですかね。えー、ちょっと見ていただきましょう、えー。富山で交番襲撃。元自衛官が拳銃を奪い、発砲、二人死亡とありますね。えー、どうでしょうこれは本当の事件でしょうかまた、やらせの事件でしょうか、ね、数字を見るとね、よくわかりますね。ね、えー、暗号が入ってます。 この救急車ねあ。救急車を見てみてください。これ33がね、マーキングされてます。ね、これ JNN のね、動画ですけども。ね、そして、この動画の長さね,ね。ここに33がマーキングされてますね。動画の長さね。6分33秒、ね。33がマーキングされてます。JNN ですね。 こういうふうにね、実践さながらに、えー、訓練をやってますね、えー。また小学校の近くということでね、えー、また防犯カメラをつけろうとかそういうことになろうと思いますね。顔認証のための防犯カメラですから、犯人を捕まえるための防犯カメラではないんですね。えこれはその後に撮った動画ですね。 え先ほどのは JNN でしたけどもね。こちらはテレビ、朝日系、ANN の方ですね。これ動画の長さね。表示で、トップの表示で3分3秒マーキングしてますね。これで33になるんですね。実際の動画の長さはね、3分2秒になるんですけども、この表示、パッとこう、トップに出るやつはさ、 3分3秒になってます。これも33のマーキングですね。ちょっと見ていただきましょうかね。えー、富山の、えー、交番、襲撃事件ですね。襲撃発砲事件ですね。えー、昨日はね、この、えー、Yahoo の動画ランキングでしたがね、これでランキング2位でしたけども、ね、この動画、ね、 何秒ですかこれ。ね3分と3秒ですね。ね、33という意味です。フリーメイソンリーですね。先ほど見たね、この救急車のナンバーね。えー、これと動画、動画の長さ。ね。33マーキングされてました。ね。そして6月26日やね。えー、1945年6月26日やね。 国連憲章ですよね。国際連合の発足。ねえー、国連憲章の誕生日ということですねで。国連はね、枠の数を数えれば33個あります。ね、もちろん日本のね、国章、ね。これも30。真ん中合わせれば33になります。 えー、画質悪そうでしたのでね、綺麗な方で見てみます。ここにね、えー、33がマーキングされてます。えー、ね、アップしてもそうです。綺麗に見えてます。33ってね。えー、面白いことにね、検索していましたらね、えー、こういう、えー、ウィキペディアがありました。えー、富山駅前発出所襲撃事件というのがね、ありました。 ね、この事件というのはね、1946年8月5日の事件ですね。富山県富山市で発生した事件ということです、えー。この事件はですね、富山駅において闇米取締りを実施し、朝鮮人3人を検挙した。しかしそれを見ていた朝鮮人2人が妨害し、3人を逃走させた。 そのため、自治隊員2人を公務執行妨害罪で逮捕し、富山駅前派出所に連行したところ、朝鮮人約30人が包囲し、えー、険悪な雰囲気となったと。所に救援を頼んだが、その前に大乱闘となった。その直後に救援隊が駆けつけて、朝鮮人たちを実力で排除した。この南東で警察官一人が負傷した。うん、富山県警察 一応参考文献もあるわけですね。まあ、こういうのもね、えー、怪しいです。ね。えー、検索にね、引っかかる時点でもうちょっと怪しいなと思わないといけないですね。こういう古い事件ね。えー、これ合計するといくつになりますかね。1946年でこれ、1プラス9プラス4プラス6で20になりますね。これね。 それぞれ足すと。20プラスの、これは13になりますよね。8プラス5はね。13になります。13とこの20を足せば、33になるわけです。おまけに、午後の6時50分ね。これ11ですよね。11っていう数字もね、あの、アメリカ同時多発テロの、九一911、東北大震災のね、えー 東日本大震災ですかね。あれの、えー、311とかね。えー、11っていうのはね、えー、マスターナンバーですかね。11とか22とかね。33445566ね。こういう数字が絡みます。ね。もしかしてこの、えー、1946年の事件ね。富山駅前派出所襲撃事件。これも嘘だった可能性がありますね。 えー、昔からこういうことをやっていたのかもしれません。えー、46年。うん。こういうの面白いですよね、えー。3人を逃走させて、3, 3人を検挙して、3人を逃走させて、30人ってね、333と来ますからね。こういう数字はね、怪しいですよ。ねえー、46年ということは戦後ですよね。 ですからね、えー、GHQ がこういうのを作ったのかもしれないですね。もしかして。えー、33はね、えー、いろんなところにマーキングされてます。のアディダスのね、日本の日本代表サッカーチームの、えー、アディダスですけどもね、ユニフォーム、えー、ピラミッドのマークですよね、それから三本線 入ってますよね。あの、両方に。これもね、33ですから、十三です。フリーメイソンリーです。えー、高窓の宮の、えー、婚約発表ね。これの配信時間、ね。ニュース配信時間。これも合計すると33になりますね。えー、新潟で遭難事故ありましたけどもね。えー、これも、 えー、やらせでしたね。33マーキングされてます。配信時間のね、合計が33になりますね。もちろんね、この、ポリース、ね、警察、これも33数日になりますね。フリーメイソンリーです。白と黒のね、シンボル使ってます。チェックボードシンボルですね。 えー、白人至上主義団体の KKK ね。これも K は11番目になりますからね。11プラス11プラス11で33になります。うん、新潟のね、え女、ー、児、えー、殺害、えー、死体遺棄ですね、えー。これもね、えー、たくさん数字が絡んでます。トリプルセブンが絡んでますけどもね、こうやって、 33もよく絡んでます。えー、アメリカとかね、えー、銃乱射問題、えー、よく問題になってますけども、あれもほとんどやらせ。もう100%近いですよね。えー、ほぼやらせですね。そしてよく出てくるあの NRA ですね。えー、全米ライフル協会。これもね、14番目、18番目、1番目ですから。 これを合計すると33になりますね。ねフリーメイソンリーです。えー、数え上げればね、キりがありません。えー、例えばこの、メグロのね、虐待死問題、船と雄大33、えー、3月3日、逮捕です、ね。これも33が絡んでます。えー、やらせということです。